ても風の噂が聞こえてしまう。言葉なしで感情の色、互いに見える人はいますか。途方もない確率で君と僕はつながり、憎しみや愛とかにおもちゃにされる。それが定め。これからずっとあるかまま、正直にやると決めたのに、恐れをなして楽をする。そんな自分が鏡に映る。いつの日か変われると無理やりにつぶやいて、日付がそっと変わるのただ待っていた。かいたって這いつくばって進む。それもまた一つの力に動かされる。僕も君も行くべき軌道をそれちゃえば、生きてゆけない星を。ラリーさん、愛を貫くなら越えていかなきゃいけない。みるみるふやけちまうこの辛い。いつでも正面切って見つめ合う。何が何でもケリをつけるのが定め。勝ち負けの遥か先にある生きる手応えが欲しいだけの生き物。それ